漆って皆さんご存知ですか？漆塗りの、そう、漆塗りの漆、あれ、そうですね、漆塗りの漆なんですけど、あの漆塗りの漆はこれの走っていって樹液を練ってというか、で、あのお椀とかに塗ってあの光沢を出してるんですけど、我々普通に触ると多分かぶれると思います。で、あのよくあんま知らないんですけど、漆塗りの職人の人って素手で触ってるじゃないですか。なんでかぶれないか知ってます？僕も知らないです。でもなんかよく言うのは、なんかちょっとずつ触ってるとなんか慣れてしまうみたいな話は聞きますね。はい、漆っていうのはあの日本人が活用してるのが結構歴史が古くて、縄文の頃にはもうなんかこう山の中で漆をこうを残して伐採してって、あの活用してたらしいです。はい、そんな豆知識も交えつつございます。